僕はもう夏目さんからも逃げます。お前さそうですね。じゃあ釣ってください夏目を。おい、ほんま釣られるぞ、そんな言ったら。あ、待って、自動表示だった。ごめん、ごめん、待って。バカ野郎。やべえ、やべえ。だ、スキップ行った。釣られたい願望があるんですか。私は、ブリーフ海賊。富、名声、力。この世のすべてを手に入れた男、先端恐怖症。俺の200円か、欲しけりゃくれてやる、探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。男たちは200円を求め、グランドラインを突き進む。要は、まさに、大盗賊時代。あ、やばいやばい。あ。ちょっと待て、エレクトリカルで、あ、すいません、どうぞ。エレクトリカルで武雄さんの死体があって僕目線はサントスさんがやってたと思います。あ、サントスさんなんだ、なんかめっちゃいましたよね。いや、私一見いっぱいいたけどオラフさんだったかな。あ、ローラーで大丈夫ですよ。あ、ちょっと待ってくださいね。いやでもね、いや待って待って、いやでも自信ないよ、そんなに自信ない。自信あります。センターさんは違うんですよね、レポートセンターさんですけど。状況を説明すると、エレクトリカルの左から2番目のタスクのところで、はい、3人ぐらいか3人そうなったら、やっべと思って僕は配電盤の方に下に下がった瞬間、サントさんがやったように見えました。はい、もう同じ状況で配電盤の下に下がった瞬間でやったんで、まあ、ローラーでも大丈夫です。あのクルー目線心配な。あ、モラフ君めっちゃ白いわ、それ言うの。あともう一人重なってたと思います。あ、それがマジカリも重なってました。マジさんもいたか。キメラみたいになってました、重なって、はい、マジか、ごちゃってましたね。だからもう割と私は離れてたつもり。てかセンターさんとオラフ君のお二人がサントスさんっていう風にして、そうだね、二、うん、人に言われちゃってるから私視点はあれだけど、最後に動い位置がずれたのはオラフ君に私は見えたっていう主張かな、うん。あ、センターさん、はい、オラフさんはやってないですか。わからないです。あ、OK、です。じゃあローラさんとさんしか。ローラストでも。いやあ、ローラで大丈夫ですよ。はい。クルメさん心配。いやでもオラフさんはローラするな。いやでもさ、ローラストしたくて今の話が出たと思います。あ、そう、ローラスト、ローラをストップしたくて、あの、うん、まあセンターさんとオラフさん。とあとほぼみんながサントさんしかやってないっていう主張するんだったら、うん、ローラストップで確かによかったけど、他の方はタスクやってて見てないとか全く見てないです。トニキさんはちょうど影あのキルしてあのシェアの範囲外ギリギリ誰がやってるのか見えないところでした。うん、ガン見してました。一応ガン見してるんだ。ガン見してました。サントさんが動いてたってことですよね。まあそうですね、はい。私自身もガン見してて、オラフさんが動いたけど、でもいっぱいいたから他の人がやった可能性もあるから確信はない。でも一番自信あるのは私、確信あります。僕は確信あります。あ、でもおかっこいい、おーかっこいい、イケメン、かっこいい。まあでもブルにしても、まあつって大丈夫です。次ボタン押します。竹押せ、うん。まあ一応ね、じゃあオラフくんかなって言ってたから確信があるって感じじゃないよね。アモアスのあるある言いたい、アモアスあるある、早く言いたい、アモアスあるある。はい、まあ一応僕はスキップ入れるんですけど、釣るかどうかはもう皆さんに任せます。ローラー、あ、でもさ、さっきどんぐらいキルできるタイミングあっけ、今回のリアクター治るのちょっと遅めだったけど30あるんじゃないですかね。あ、どうだろう一応僕が思ったのはサントスさんのワードチョイスが、オラフ君がサントスさんやったのを見ましたって言った後にサントスさんは、あ、じゃあオラフ君だな私目線はみたいな感じだと思うんですよ、うんうん。とてもなんか確信を、その後確信を持って見たっていう話をしてたんですけど、うん、なんかこう確かに対抗の仕返しという形だったので、ああ、うん、でも確証を持って確定、あ、でもどうなんだろうな、まあ一理あるかも。オラフさんが見間違えたクルーっていうのを追ってないってことですよね。うん、違いますね。え、違う、オラフさん、後半はオラフくんがやってたって確証を持って言ってたのに、前半はオラフくんに疑われた、じゃあ
オラフ君がやったっていう目撃証言が変わってるんですよ。あ、サントさんはオラフさんがやっているかわからないのに、で後半になるにつれ、あ、オラオさんがやってましたって主張しようとしてるのがセンターさん的に怪しいと思う。そうそうそう、動いてたのがオラフ君なだけで、そんな確信持ってましたっけ。いやもうね、ここまあ、ロラをオラフさんをっていう風に他に話を広げようとしてなかった。オラフさんは広げる必要性がなくて、うん、サントスさんは広げないといけないんですよ、うん、オラフさんの見間違いって可能性もあるから。そう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 、あスキップ。じゃあオラフさん白いな。 あれやったらペアでもいいですし、あれやったらもうしてもらってもいいんで。人造っぽい。一応スキップ戦だったらオラフ君は他の人に近づかないで、はい、他の人もオラフ君に近づかないでもいいんですけど、こんだけ言って僕はオラフ君に入れます。あもう入れました。あじゃあセンターさん、俺なんか結構白いわ。センターさんが白くなる。一応ね。先端オラフペアはあるかなと思ったけど、若干。あじゃあ。先端オラフペアだったらあれ言わない。あの釣ってもいいとか言わないよ。センターさんオラフ。いやだから今違うなと思ってだけ。じゃあ。一人。先生、肩が取ります。僕に頑張ってください。逃げろ逃げろ、うわオラフが来たぞ、みんな逃げろ。うん、あオラフが来た、あ逃げろ、あやばい殺される、あ逃げろ、うわうわ、夏目が来た、逃げろ、夏目だ、うわ逃げろ、まあ一応ね、なんかじゃあオラフ君かってなる思考過程がちょっとよくわかんなかった。なすりつけてきたから、まあまあ一応通りはするけどちょっと不自然かなと思って、わかんないですけどね。結局まあ入れましたし、確証はないので。まで行っちゃう。あ、こあ、夏目が来た、逃げろ。ゴゴゴゴゴゴ。あ、オラフが来た、逃げろ。夏目が来た、逃げろ。あ、夏目が来た、逃げろ。お、ナイス、ナイスボタン、わー、ナイス。あ、これ釣れてんじゃね、これ釣れてるね、スタンパさんで。うん、アドミンでほぼ全員死人できたので、まあ、はい、仮にどこかに死体があっても詰めれるかと思って押しました。素晴らしい、はい、素晴らしい、なんか誰か追いかけっこしてませんでした。夏目先生とオラフ君が一瞬走りとしてたの見えたけど、追いかけっこしてたっけ。あ、違うか、じゃあ勘違いだ、ごめんなさい。なんかめっちゃ嫌、僕の周りにオラフ君と夏目さんが、で僕オラフ君が来た逃げろっつって夏目先生来た逃げろっつって逃げてた。なんでなんで夏目がそんな目標のみたいな、近づかないように近づかないよっていうと、ちょっとお話があったんですけど、ね、いやなんかね、さっきから言ったけどオラフさんそんな思えないんだよな自分は。ね、先端さん、僕はもう夏目さんからも逃げます。お前良さそうですね。じゃあ釣ってください、夏目を。おい、ほんま釣られるぞ、そんな言ったら。 あ待って、自動表示だった、ごめんごめん、待って、バカ野郎。やべえやべえ、スキップ入れた、釣られたい願望があるんですか。あ、確かに、いやないです。ポスターの影響ですかこれ。あ、マジか、それはありえるかも。僕が入れました。あ、センターさんか。風が、あ、オラフが来た、逃げろ、オラフくんだ、逃げろ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 。チリで行こうかな、畑に行かすとしいなるかな、畑優しい。いや、じゃあ右岡田がやめよう。大崎さんも黙ってるか。じゃあ行った方がいい。あー、なんとめさん。逃げる逃げる。怖い怖い怖い。閉まってるならいけるかな。後ろ。
ブエブエブエ。うわ。白、紫、オレンジ、青。水色黒。夏目先生が、マシャカリさんをセキュリティでやっていました。ベッドの方に移動していくのを多分藤宮さんと一緒に見たんで、はい、僕のセリフは藤宮さん視点ないと。あー、はい、あー、笑うさんと藤宮さんの2人ですね、これは。あ、さっきまで黒置きされてたのに、ひどい。だから、昨日投票すべきだったんですよ。そういうことだったんすか。そう、やっぱりそう、黒いんだ。ごめんなさい、さっすがな。めっちゃいいキルやと思ったのに、ちょうどいい感じにマシャカリさんを煽れてて、いいキルだと思った。見心地は？ん？よかった。もうふかふか。やばかったっすよ。だって、セキュリティで閉じ込められて、なんか一回弁当入って、戻ってきて、また殺して弁当入るっていう変なことしたの。返してんだ、こいつって。煽りキルだしたよ。スプラトゥーンかよと思ったもん。びっくりしたわ。いや、夏目さんごめんね、はじめ雑に。いや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 、ごめんなさい。いや、全然面白かったから、むしろ良かったです。あ、煽りかされた。いや、絶対見間違えないもんな、さすがだよな。あれ、オラホさんすごかったですね、うん、めっちゃ強い。ああ、動体視力がすごかった、動体視力すごい。フォートナイトやってるからな。確かに。霊界でサボタージュするの、竹尾さんが手伝ってくれるって面白い事件がある。ごめんなさい、どういうことですか。いや、なんか赤十字殺したんで、上から2人来てますよって。助けてください。何なんですかそれ。何なんですかそれ。強靭未的行為。マシャカリさんずっと肩取る言うてたのに。いや、もう殺されましたから、ね、なんだか肩取ってますからね、最初に。連携手伝ってくれるっていう、まさかの。来てますよ。優しいですね。それぐらいいいじゃないですか。僕もいいと思います、それぐらいで。優しすぎて涙ちょちょ切れてました。あいつらアドミン見てます。そう斬新ですね。てかまずすごいな、まずアドミン見てる人数確認しますよ。4人も見てます。アドミン見てます。斬新。ちょっと後で配信見に行こう、アーカイブ。いやめっちゃおもろそう。後でちょっと僕2色当てたんですけど、褒めてもらって。いや、すごい、素晴らしい。すごい、さすがゲーミング愛。ゲーミング愛。あれ、発言めっちゃすごかったですね。やったぜ。さすが。あと夏目さんから逃げまくって正解だったっていう。あ、それそうっすよね。いや、もう絶対に殺してやると思ったんで。逃げるからさ。超人。転職上がるよ、これ。そう、みんなオラスさんと夏目さん右行って、みんなゾワーって左に逃げてきたから、めっちゃ面白かった。近づいたらいけない2人組みたいな。確かに。懸賞金いくら、これで。
4000万くらい上がりました。めちゃくちゃ上がった、200円から。4000万200円。いや、よくない、よくない、よくない流れになっちゃう、これ。懸賞金とか言っちゃうと。あ、確かに。殺される。生死問わず。デッドアライブ。ブリーフ警察へ。ブリーフ警察に。ブリーフ警察。ブリーフ警察。これが一番捕まる人。